皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。はいだよ。今回はこちらのゲーム、ハイファイラッシュをプレイしていきます。いろいろ設定とかして早速プレイしていきましょう。どんなゲームかは実際に遊びながら説明する感じで。セーブデータは一つだけなのね。ちなみにゲームの概要しか知らないのでストーリーやプレイは完全初見です。つまり難易度はノーマルってことよ。ちなみに説明を見る限り制作者の人たちはハードで遊んでいたみたいね。制作者が遊んで面白いって感じるのはね、絶対初見プレイだとムズすぎるからやめといた方がいい。次の人。名前はチャイさん。そうです。職業はロックスター？未来のロックスター。もういい？あ、はい。あっそ、アームストロングプロジェクトよ、バンダレーキャンパスへようこそ。よし。皆さん、ようこそアームストロングプロジェクトへ。テクノロジーと人体の完璧な融合、共にいい人生を築きましょう。では、バンダレイテクノロジーの CEO、ケール・バンダレイです。今日は歴史的な日、素晴らしい皆さんがより素晴らしくなる日なのです。我々のロボットパーツでバンダレイは常に人助けをしてきました。今回の参加者である皆さんは人間がどんなに特別になれるかを証明する存在です。さあ行ってより良い人生を手に入れてください。彼の連れなんだ。スペシャルパス。名前に呼ばれたみたい。最高の人材を揃えるはずだろう。生産部に言われたのよ、実験台が必要だって。で、マーケルが手配した。レッカ様のせいにすんじゃないや。目立ちたがり屋の開発部長残像に必要なのはインフルエンサーだ。なのにあいつらは負け犬だ。大丈夫よ。本当だな。失敗は許さん。不良品は出すな。なんだこのガラクタ。
エラー発生。チェックポイントへお進みください。よっしゃ、チェックポイントってどこ。まあいっか、とりあえず行ってみよう。さて、カメラ感度の設定もできたし先に進みました。まあ目的地まで歩くだけだったし。よし、この惰性服とおさらばだな。ロボットアーム LX ダスト75、廃棄物の磁力選別機能。待って、廃棄物の磁力選別。異物混入の警告、不良品だな、連れて行け。それ武器。あ、違うと思う。こっち抵抗するぞ。待て、何。いきなり戦闘か。ライトアタックとヘビーアタック、名前だけで判断するならライトアタックは素早いけど軽い攻撃、ヘビーアタックは遅いけど重い攻撃かしら。で、早速戦闘だから説明するけど、このゲームはリズムアクションゲーム、要するにリズムに合わせて行動するゲームだね。俺が知ってる中だとクリプトオブザネクロダンサーやマットラットデッド、ここら辺に似たゲームだと思ってもらえれば理解しやすいかも。そして俺はその似たゲームをクリア済みの経験者でもある。というわけでサクサクプレイで進めちゃうよ。それ難易度ハードでもよかったんじゃ。いや、この手のゲームで俺のダメなところがあってね、ノリノリになりすぎるとリズムが気持ちいい行動を優先して普通にダメージ受けたりするから。バカなの。俺の勘違いじゃなきゃ。1、胸にミュージックプレイヤー、絶対に何かの間違いだよな。2、プレイヤーでロボットアームが起動する。3、何もかもビートとシンクするようになる。それで、信じられないけど曲が流れ始めると、なんかまるでステージにいるみたいだ。行くぜみんな、今日も上げていこうぜ。チャイゴ登場。こいつのアタックはミュージックとシンクロするんだ。見てみたいよな。まずはワンビートで繰り出すライトアタック、つなげればコンボになるぞ。なるほどね、さっきはとりあえず殴ってたけど、1拍単位で殴れるのがライトアタックなのか。3回殴った後に1拍、相手ダメージが高そうな4回目の攻撃。パーフェクトのタイミングはこんな感じだ。あ、その流れで来るのね。うんうん、まあリズムに合わせて殴っとけば問題ない攻撃ってことだね。アタックがビートからずれることはない。だが完璧なタイミングでアタックボタンを押せばボーナススコアがもらえるぞ。ビートからずれたタイミングで攻撃しようとしても修正してくれるってことね。ならリズムが取りにくい時でも攻撃が当たるタイミングでライトアタックしとけば大丈夫そうだね。確かに拍に合わせて攻撃するならそのタイミングでもう一回攻撃すればタイミング合うのね。さて、次はヘビーアタックかな。ヘビーアタック行ってみようか。お
こいつはアタック一つに2ビート必要だ。間のビートを聞き逃すなよ。ライトアタックの倍の時間が必要な攻撃ってわけね。いいね。じゃあビートに乗ってヘビーコンボ行ってみようか。ゴーチェイ。3回か。うん、なかなかの威力。決まってるぜ、最高。イエーイ、客は大盛り上がりだ。チャイ、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 チャイ。そういえばさっきまでいる場所外だったわね。これ誰がやったんだろう。不良品だ。違う、俺はただ、じゃあ行っちゃうよ。さてコンボも覚えたんだ。早速使っていかないとね。まずはライトアタックから。そして一旦敵と距離を取って、今度はヘビーアタック。おっと、3回のコンボが決まる前に吹っ飛んじゃった。お、空中からの攻撃もできるのね。いやー、いいね。この時点でもう神ゲーなのがわかるよ。ライトアタックのコンボからひるんだところにヘビーアタック。ヘビーアタックだとやっぱりすぐに敵を倒せるわね。最後はライトアタックで終了。スコア D、リズム感 S、タイム S、総合評価は A。スコア低いな、何かが足りなかったか。リズムを取ってる時にスコアが増えてるっぽいから、敵がいない時でもリズムを刻んでるといいのかもしれないわね。あれ、俺すごくね。てか、とっととここを離れようっと。この犬っぽいロボも敵だったりするのか。襲ってこないし敵じゃないんじゃない。攻撃は当たりそうだけど。その不良品ができた理由、多分君らのボスが原因だと思うんですけど。とりあえずスクラップにされる前に逃げないとね。バッキバキにコロッと。不良品か、動きが怪しいかもな。お探しかな。さて戦闘か。もう3体ぐらいが相手なら問題ないわよね。当然説明にどっちがあるけど、もうすでに使ってるんだよな。うん、ライトアタックだと4回当てても倒せないが、ヘビーアタックなら3回で敵を倒せるみたいだね。9、いい感じ。スコアは C。 まあスコアが上がる前に敵を倒しちゃったから仕方ない感はある。どっちでスコアを稼いでもいいが、クリア時間が今度は気になるからな。こっから出たいんだけど。それならなんとかできそうだけど、お願い。ねえ、大声で会話するの疲れんだけど、なんとかなんない？いいわ、今アクセスパネルにハッキングした。スイッチ押してこっちに来て。そんなあっさりとハッキングを。めちゃくちゃすごい人なのか、それともこの付近のセキュリティがガバガバなのか。さて、道もできたし声の下方に向かおう。おう、足場が。これもハッキングしてくれたのかしら。あやって、思ったより飛ばなかった。アームストロングプロジェクトで、クールなロボットアームがもらえるって言うから来たのに、なんで追われてんの。空中は意外と2段ジャンプをしないとダメそうだね。さて、そろそろ声のしたところに到着するかな。ハロー、俺だよ。猫助けてやったろ。手を貸してくれるんだよね。あれ、もしかしてこれって失敗かな。よく逃げてきたわね、ここよ。じゃ、さっさと行こっか。あ、さっき戦ってたよね。私とチーム組んで助け合わない。あ、てっきり。周りはセキュリティだらけ、助けてあげるよ。待て、ちょい待ち。おいおいおい、さっきのお前だったの、その猫。違う、この子は八百屋。猫だけど、私が作ったの。聞いて、
言った通り。あのさ、確かにミュージックロボットアームの威力はすごいけど、でもさ、あの一人の方がいいかも。ちょっと聞いて、バンダレは何か企んでる。だからサンキュー。でも結構今の感じた。今のビート、すごいことが起きてる。待ってたぜ。お、そいつはお友達か。サンキューヤオヤ、新しいスキルビートヒットのお披露目だ。お、急展開。もう新スキルが使えるのね。こいつはコンボのラストを決めるボーナスアタック。コンボの最後、タイミングサークルに合わせてどれでもいいから攻撃ボタンを押すんだ。ものは試しだ。やってみよう。ふむ、コンボを締める攻撃に合わせるってことかな。すごいわね、ライトアタックの最後の振り下ろしに合わせるみたい。ビートヒットをクールに決めるには、カウントダウンをよく聞いて2つのサークルが重なる瞬間を狙うんだ。今度はヘビーコンボでビートヒット。好きなタイミングで始めていいぜ。ヘビーアタックは最後の3回目の攻撃の時に合わせてビートヒットだね。ビートヒットはダメージを稼ぐ上で重要だ。ビートを感じる、そのフィーリングを忘れるな。やおやだっけ、なんか俺らいい感じじゃん。な、さっきの件考え直してやってもいいけど、ちょっとこの猫借りるよ。は？なんでよ。俺に協力してくれるんだろ。大丈夫、こっから出たら返すって。後で絶対返しなさいよ。さて、スイッチがあるな。ライトアタックじゃダメか。まあヘビーアタックをしろって出てるし。今の演出好きだわ。お、敵がちょっと増えてる。4体か。早速ビートヒットでボコボコにしていきますかね。お、ライトアタック4回で倒せるようになってるわね。空中からできるコンボとかないのかな。今のところ空中で武器を振り回すか、地面に叩きつけるかの攻撃しかないわね。うん、空中で武器を振り回せるってことは、そのうち飛んでるドローンでも出てくるのか、もしくは敵を空中に突き飛ばしてそれに対してコンボ決めれるとか。敵が飛ぶときめちゃくちゃ飛んでいくから、さすがに。さて最後はライトアタックで終了。これで終わりかな。持ってやる。おかわり登場ね。いいね、まだコンボには慣れてないからいい練習になる。これライトアタック4回かヘビーアタック3回のコンボしか知らないけど、ライトアタックとヘビーアタックを組み合わせて別のコンボとかあるのかな。正直ありそう、数によっては覚えれなさそうだけども。悪い状況じゃないかも。オッケー、今のどうやってやったか後で聞かせて。説明不能、お前の番だよ。どこか知らないけど逃げなきゃ。ここは生産部、外に出るには救援センターを通らなきゃ。見える？建物が多すぎる、どれかわかんないよ。建物に救援センターって書いてあるんだけど。あー、そっか、あれに。でも、あそこを通ると相手が待ち伏せしてるかも。外に出られるんだよね。レッツゴー。お、スコアの説明が書いてある。複雑な技やコンボを決めれば上がるみたいね。あと右上のはスコアじゃなくてリズムメーターだった。なるほどね、リズムメーターが高いほどスコアがもらいやすいってことだね。おそらくね。お、ヒエルンがいるな。動画だとカットしてて初登場なんですけど。簡単に言えばなぜかこっちの個人情報を知ってるアドバイスロボットだね。休みも必要なんだよね。つまりレストコンボってことだよね。ライトアタックがヒットした後、一泊レストしてからライトアタックをつなげるとまた別のコンボになるんだよ。レストではクラップが鳴るから、それでタイミング取ってみて。
このコンボは敵を空中に浮かせる、とっても使えるコンボなんだよ。空中に浮かせるコンボ、え、そんな新技みたいなのを道中であっさりと。君ならそう言うと思ったよ。僕の心に打ち込むんだ。あ、わかった。おお、ここから空中でライトアタックやヘビーアタックにつながるってことか。空中なら他の敵に邪魔されることなくコンボがつなげれそうね。これはぜひ使ってみたいね。さて、このまま屋根の上を通ってまっすぐ救援センターに向かおう。と、あれ？結構丈夫だな。腕や胸のコア以外にも実は改造されてる。ちなみに今は横にしか動けないみたいだね。にしても広い街ね。うわぁ、ここマジ広いな。キャンパスってより街って感じだ。世界をリード、少しは落ち着こう。ノリと勢いでいけるかなって。自分たちの権力を誇示したいのよ。私はその裏に隠れた真実を追っているの。へぇ、探偵ごっこ。自分は名前も教えてくれないのに。あ、上か。ここまで聞かなかったんだし、後にしましょう。俺はチャイ、よろしく。チャイ？まあいいけど。よいしょ、足場が消える前にもう一丁。広い街だけどいろんなところにギアが落ちてるわね。掃除とかしてないのかな。まあ何かしらに使うだろうし、こっちとしては助かるが。バッテリーの製造を開始します。赤いレーザーには手を触れないでください。当たり前すぎ。お、結構動き早いわねこのレーザー。でもまあこれぐらいならなんとか。うわ危ねえ。いや早すぎんか。これはあんまり奥の方に行くのは危ないわね。今度は横か。てかこのレーザーで何をどうやってバッテリー作ってんだ。あ、上からのレーザーも一緒に来るんかい。めちゃくちゃ奥の方にいるけど大丈夫これ。いやーここら辺が一番横レーザー避けやすいんだよね。よし、体力はまだ残ってるね。ハードモードだったらここで倒されてる説。まあ死ななくてよかったわね、とりあえず。逆になんかすんげえみなぎってきたぜ。八百屋はロボットアームに多量のエネルギーが蓄積されたって言ってる。放出してみたら。大量のエネルギーの放出か。どうやらスペシャルアタックが使えるみたいね。ほほう、必殺技か。発動は R ボタンね。今更だけど私たちがプレイしてるのはパソコン版だからね。コントローラーだと何ボタンになるのかしら。最近コントローラーを使うゲームしたことないからな。さあ早速スペシャルアタックでこの壁をぶち壊していこうか。おお、ここでもビートヒットを使うのね。必殺技のビートヒットはしっかり決めたいところ。このバッテリーを取れば必殺技ゲージが溜まるみたいね。おっと、傷病休暇なのに6ヶ月前。え、もしかしてとんでもないブラック企業ここ。おっと、なんかでかいのが出てきたな。おい、攻撃は結構大振りだね。こういうのは攻撃後が狙い目。さすがにでかすぎで打ち上げるのは無理か。ひるんだところにライトアタック4連撃、追撃でヘビーアタック3連撃、すかさず必殺技のパワーコード。何もさせずにボコボコにする。お、さすがの威力ね。強そうだったのに。お、スコア S じゃん。でも慣れてない打ち上げコンボとかがずれてたのかしらね。リズムは A。 むむ、そこは S 取りたかったな。強敵はクラッシュさせるまでノックバックや浮かせるのができないみたいね。逆にクラッシュさせてたらあのでかいのも浮かせれてたのか。ヘビーアタックとライトアタックの組み合わせコンボにビートヒットってのはどうだい。今ならここで試せるぜ。お、組み合わせか。いいね、ちょっと練習していこうか。ヘビーアタックとライトアタックのミックス、リズムは少しトリッキーだが行ってみようか。1回目がライトアタックで、攻撃が当たるタイミングでヘビーアタックを2回。ビートヒットが決まれば正面に衝撃波ね。しかも結構横に広め。これヘビーアタックからのコンボもあるでしょ。いいねこれ。さてもう一つの方も。こっちはヘビーアタックからライトアタックになるでしょうね。どんな感じのコンボかな。乗りこなせるかな。おお、こっちは少年にだけ衝撃波。敵が一体の場合はこっちの方が威力高そうだね。ちょっとずれててもいけるな。少しずれてても技が出るのはいいわね。タイミングが少しでもずれるとそっちのゲームとはえらい違いだな。まああっちはあっちでそれが楽しいんだが。
敵は5体、手前に3、奥に2、よく見ると奥の敵持ってる武器が剣じゃないわね。9、いい範囲攻撃、そして溜まったエネルギーを解放、パワーコードで一掃するよ。と狙ったやつがちょうど体力なかったか。途中で倒せちゃったわね。まずはブレイクダウンで奥の敵ごとダメージを狙っていくよ。この奥の敵が持ってるのは銃か。放置してるのは危ないかもね。このブレイクダウンのビートヒットが好きすぎてこっちばっかり使っちゃうけど、奥の一人の敵にはトレモロのビートヒットで追撃するよ。あ、倒せてなかった。最後は豪快にパワーコードでとどめ、割と綺麗に決まったんじゃない。楽勝だって。おかわりは3体。デカブツと剣と銃か。デカブツはまずクラッシュさせる必要があるんだよな。いて。クラッシュしないと攻撃でひるむこともないのね。それもそうか。早めにクラッシュさせたいところだなこれ。そうなるとクラッシュするためにも先に銃を倒しておきたいところ。で、銃持ち狙ってたけど攻撃がデカブツに当たったからそのまま倒しに行きます。さあクラッシュしてるから空中に飛ばせるね。このまま叩きつけて追撃するよ。そして今のうちに周りの敵も倒しておこうか。あとは銃持ちを倒したいところ。この銃持ちずっと逃げてるなおい。あったんねー。よし、あとはデカブツだけ。ふう、結構銃持ちが鬱陶しいな。お、出口。そうか、もう出口付近まで進めれてたんだな。楽勝だったろ。罠に決まってるでしょ。待ち伏せされてんの。俺は無敵だから関係ないね。なあ、思った通りじゃん。問題ない。リラックスしろよ。ご紹介します。生産部のボス、レッカー。やれやれ。ヘイヨー、そこにいたか、もやし野郎。レッカ様の部下と生産部をコケにしやがって。何よりそう、そうだ、不良品を出さないレッカ様の気楽は。セキュリティに殺されそうだった。アームストロングプロジェクト使用許諾契約例外規定ちゃんと読んどけ、バーズ。不良品はリコール。あー、リコール？殺されるってこと？言い方なんてどうだっていい。チャ、それはマーケティング部の管轄だ。とにかくバカなお前がフラフラと来てくれて助かったよ。レッカ様が手を汚さずに済む。言ったよね。ようこそアームストロングプロジェクト品質保証テストへ。うちの QA は業界最高峰だ。ヘイヨー。うわっ、うっ。は大歓迎だ。そりゃよかった。不良品はマジでうまい。おお、そりゃよくない。 QA 検査レベル100万。ノリノリでいっちゃう。でかすぎだろ。大ボスね。一定、でかいくせに攻撃早すぎだろ。そしてどこを狙えばいいのか。うわ、危ねえ。お、これ今が狙い目かな。検査用で特に脆いみたい。変な言い方するもん。まあ、いいけどさ。ダメージは入ってるのかしら。一応下を見るとダメージは入ってるっぽいね。今よ、あいつの手を攻撃。お、手がダウンした。ここがダメージを与えるチャンスなのね。うん、いい感じにダメージ入ったんじゃないかな。うげ、攻撃するタイミングでジャンプしてもダメか。一発早くジャンプしないとダメそうね。
こんな感じか。よしよし、避け方が分かればなんとかなるな。あ、やべ。いてててて、でも落下はしないっぽいな。殴られて落ちたらもう踏んだり蹴ったりね。落ちたわ。落ちるんだ。あの投げ払いを食らっても落ちなかったらもう落ちないと思うじゃん。端っこで避けるのはあんまりしない方が良さそうだな。お。やっとこのマシンの出番が来たぜ。効果音はガンなんだ。銃のガンとかけてるのかしら。てか品質チェックでミサイルってどういう品質検査してんだこいつ。ミサイルは割とゆっくりだね。落ち着いて脱出すれば特に問題はなさそうかしら。どっちかっていうとこの投げ払いが結構嫌すぎる。よし殴れるな。なかなか腕がダウンしないわね。ふむ、結構殴ってるけどまだ1回しかダウンしてないもんな。お、ダウンしたね。一気に削るよ。顔にダメージ入ったと思うけど下の体力ゲージは減る。そう、さすがにそれは避けれん。前倒さなく攻撃してきたわね。おっと、おいおい、強く叩きすぎだろ。まずはミサイルから。これはダッシュで赤い円から出れば問題なし。これと合わせて何かされると嫌だけども。前倒さが見えてれば投げ払いも問題ないね。そして攻撃チャンス。パワーコードが綺麗に当たったわね。腕に電流が。でも当たらなければさっきまでと何も変わらないからね。うわ、なるほど、すぐに腕を殴りに行っちゃうと雷で反撃されるのか。ワンテンポ遅れての攻撃が必要ってことね。なるほどな、純粋に殴れる回数も減るし厄介だ。む、なかなか拳の攻撃をしてくれなくなったな。あの攻撃をしてくれないとこっちからダメージを与えれないもんね。レーザー。こんな攻撃手段もあったのね。左右から中心に向かってレーザーを打つ感じか。お、しかもレーザー後はオーバーヒートかな。今度はレーザー後が攻撃チャンスになるのね。さてダウンしたな。もう一回顔ぶん殴ってやるぜ。お前の拳でな。うげ、忘れてた。なかなかこっちも体力減ってきたわね。顔が弱点とは、割とベタだな。巨大ロボの弱点はやっぱり胸の怖か顔だからね。まあこれで実は腕が弱点とかだったらびっくりするが。この攻撃手段で腕が弱点はもう絶景ミストしか。うん、レーザーはジャンプで避けれるから全然問題ない。さあパワーコードを決めちゃうよ。さっきダウンしたばっかりだったからかパワーコード当ててもダウンしないわね。相手の体力は残り 25% 以下。このまま削り切るっていうか気づけばこっち体力回復してない。確かに、いつの間に。よし、パワーコード準備完了。次も引きに決め切るよ。よし、これで終わりだ。通常コンボからのパワーコードを。と。思ったより猶予なかったわね。うむ、まあ次で倒せるか。お、これはレーザーだね。で、レーザーを使ったってことは。さあ今度こそとどめ。曲も終わる。
まさかの最後は爆破落ち、ファイナルスコアは S。 スコア、リズム、タイム全てで S は嬉しいね。総合スコアはいいね。まあさすがに S は3つしかないからね、仕方ない。今のミサ。まあね、でも今度は黙ってついてきて。マジでここ出なきゃ。今回は文句言わないで。はいはい、わかったよ。まさか怖いの？え、別に、うん、ちょっと暗いけど。でも雲なんかいたりしないよね。それかロボット雲とか。お願い、ロボット雲がいませんように。うわ、ここ？この中。うん、ハロー、猫ロボット？スネアトラップ？お前何？アニメのキャラ？これがすごいパワーの原因。私はペパーミント。待った、その声、お前が猫？八百屋は私の目と耳なの。でもあんたを好きになったみたいね。うーん、またやめて、猫は返すから。寝てないで立って、さっさと仕事するよ。あ、で、八百屋じゃなくてお前言ったよな、助けてくれるって。ええ、でもその前にスペクトラの調査を手伝ってもらう。それ何か知らないんだけど。内部告発レベルだから知っていたら大事よ。そうなの？まあね、私たちはそれを暴こうとしてる。チームは小さいけど。チームってお前とその猫だけ？でかく言いすぎだろ。そういえばロックスターだっけ？あんたはギター弾けるの？え、それはその、まあ、はい、口だけやろうね。いい、ここは通路とリフトと行き止まりだらけの迷宮よ。しかもセキュリティは万全。一人で脱出するのは無理ね。いやいや、ここまで俺一人で結構いけて。いけてないでしょ、私なしじゃ。もしちゃんと手伝ってくれたらこの島から逃がしてあげる。どう？しゃあね、手伝ってやるよ。決まりね。さて、今回はこの辺で終わりにしようか。次回は何が待っているのかしらね。さて、というわけで、また別の動画で会いましょう。バイバイ。これがアジトね。マジで規模ちっせ。まあさっき一人増えたけどね。そのソファー使っていいわよ。俺ってはビップだね。ああそうだ、私があんたのアップグレード手伝えるかも。ちょっと部品があればね。出発前に話しましょう。